方里志奈は日本の郵政官僚、実業家、官保生命保険取締役兼代表執行役副社長を務めた。1977年4月に郵政省に入省した。同期入省に桜井春、高橋徹、山川朗中田敦氏などがいる。郵政省では放送行政や人事など、行政、事業双方の経験を積み、 放送行政局放送政策課長や郵政、事業庁人事課長、関東郵政局次長などを歴任した。平成16年4月に、日本、郵政公社執行役員経営企画部門経営、企画部長に、平成18年4月に、同社常務執行役員経営企画部、平成22年6月に株式会社官保生命、保険専務執行役に、 平成24年7月に、同社執行役副社長に、平成25年6月に、同社取締役兼代表執行役副社長に、就任した。また、平成22年3月より、日本郵政株式会社常務執行役を兼務する。平成29年退任。在任中は、漢方生命保険商品に関する不適正営業に関し、監視。 抜本的な改革が必要との立場で、改革案を立案していたが、社長の上平光彦の判断で、抜本策は封印されている。ありがとうございます。